俺の話聞いてくれてないんだ。質問したら全然違う答え返ってきて面白すぎる。クロムウェル。いや、驚かないでくれ。どこだ。ある人を探しているんだが、手伝ってくれるか。すべて話したわ。これメインミッションか、そのインフォメーション。オッケーオッケー。ピタゴラスホールの最上階。ああ、上にいるんだ。あ、つうスキルクレートあるんだっけか。ちょっと先に。取ったスクレート。いや、まだ先にクロムウェルとお話ししちゃおうかな。あそこにいたの。アイコン重なっててどっか飛んだんかと思った。これは生きてるよい。殺してたもん。クロムウェル？あ、いた。クリスティーナ・クロムウェル博士か。俺はノマド。アウロアで墜落したヘリに乗っていた兵士だ。ジェイス・スケルに協力している。生きてたの？よかった。アヤナ・ピューリの放送が怖かったから。彼は大丈夫？ああ、アウロアから民間人を脱出させるために動いてる。あんたの力を貸してくれ。ならこの島から出ないと。センティネルで働いてる元警官のイアン・ブレイク、奴が島を固く閉ざしてる。私たちを守るための監視ドローンが今じゃ監視役よ。皮肉でしかない。人を守るための監視システムと全体主義の監視社会は別物だな。ええ、そうね、全くその通りだわ。とにかくジェイスはドローンをある程度無力化できれば島の人々を脱出させられると考えている。AI がいるのね。そうだ。前にセキュリティチームがシステムの安全性をテストしたの。その報告書を持ってきてくれたら AI をハッキングする突破口がわかるわ。どうせ修正済みだろう。うん、それはないと思う。ここは地球で最も進んだ場所だけど、手続きは万国共通で遅いの。アルキメデスホールに行ってみて。そのデータセンターに報告書があるはずよ。なんだ？なんかパテナマークって。なんか爆発した。謎の爆発すぎる。あ、でも警戒はすぐに解いたね。あのゴーストリコン特有のフィールドのどっかかしら爆発が起こるあれ。ね、会議室みたいなところがある。情報が、情報収集アイテムか。収集アイテムが、収集アイテムが触れない。収集アイテム、収集アイテム触れた。あれ、いやもうなんだこの触りにくさ。あ、取れた。真正面に立たなきゃいけないのに。で、あ、この施設内にあるけど敵が結構いる。回収できるものを回収しちゃおう。そっちか。オッケー、マーク3までアップグレード可能。これでようやく他のスキルを獲得できる。俺それ取ってないけどな。どこを伸ばしていこうかな。まあ、偵察。取りにくいって言ってた。マジで取りにくいの。うん、取りにくいんだよそれ。めちゃくちゃ取りにくかった。ちなみに収集アイテム手に入れてもストーリー進行上あんまり関係なさそうだから余裕があれば取る。プレステとかだったらさ、トロフィー、プラチナトロフィーとかそういうのあるんだろうけど。スチームあるかせめ。まあこれは、まあこれ U プレイだけどね。あ、U プレイだ。なんもねえじゃん。なんもないね。ああ、いつの間にか明るくなってる。ね。で、ちょっとあそこの武器クレートを回収したいけど、なんか敵いない？うっすら。あ、いた。おっと、重装備。重装備？任せろ、貫通弾がある。待って待って、周りの敵をまず減らしたいな。2人じゃ？いや、3人。重装備のとこ。
あ、重装備のとこは2人だけど、奥のあいつバレないかな。大丈夫かな。大丈夫じゃね。まあ、とりあえず武器回収しちゃおう。あ、暗すぎの切れちゃうやんこれ。多分ゲッツ。あ、設計図か。お、近っ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 。あいつもうスナイパーで貫通弾の威力を見せてくれ。めっ、俺飛ばな、僕飛ばないで。どけてどけて。あ、どけどけ。え、一発。普通に頭、めっと飛んでから俺、ごく普通にヘッショしたんだよ。貫通してないやん。貫通だな。なんだ。貫通弾とは？お粗末貫通弾か？ドローンにダメージ上がる的なこと書いてあった気がするから。ドローンであればすぐそこに無人機がある、 あるけど、ちょっとこっちの編集やっとこう。追加ダメージと高い初速を備えた高貫通力弾薬。貫通しなかった。いや、貫通するとは言ってないからね。しかもこれ2発打ったらおしまいなんだよな。へえー、あのヘリのところまで泳いでヘリ側から上陸しようかな。ああ。武装ヘリだ。これも若干早い、ね、武装ヘリ。さて。あ、この辺もいるのね、一応。建物ないだね、おそらく。あれ、こういうとこ一応フォーグレネードだよな。どうしたの？あ、いや、情報グレネード投げてみて。って言っても。うわぁ、結構いる敵。情報グレネード今セットしてなかった。待て待て待て、めっちゃいる。めっちゃいる敵。そんないる？うん。ここすげえいる。キュン。ばらけたところを攻撃するとかって規模じゃな。通信兵いる。あいつは先に倒したい。あ、いるね。今回警報機じゃなくて通信兵なんだもんな。ね。あ、タレットもある。あ、あの通信兵やりてえな。お、やれるかな。やれる？見えん。あ、見える。見えるぞ。見えるぞ。まあ、任せた。よし。この建物を屋上に登って、スパンスパン。あ、スパンスパン。できないかな。ジュースビールじゃん。真正面から撃つのはやめた方がいいと思う。うんうん。いや、ちょっと今ね、見張り的なやつ倒しちゃったから、死体を運びたい。あれ、これひょっとして。ああ、なんだ。ひょっとして。この建物登れないのかな。あぶねえ。外側から。お、お、よし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 、頑張れ頑張れ頑張れ。頑張れ。いける？頑張れ。頑張れ。登れた。はあ、いけるんか。一回ね、あの、湖に飛び込んでから、良さげな斜面の方向に向かって登れば。良さげな斜面。ツーマンセルなんだよね。あ、こっちの敵やれるかな。ね、あ、4人いる。ゲイ。お、来たか。そこに重装備がいるからさ、手前の2人、うん、どうしようかな。あの、手前の2人のとこまで重装備来るからに。ここに5人いるのが厄介だ。あ、6人いるじゃん。7人いるじゃん。マジかよ。手前の2人やって大丈夫かな。重装備来るよ、その辺。まあ、来たらやればいいんだけど。あ、やれそうだ。ちょっとやって。
ケイ。重装備もうちょっと手前まで来ないかな。そこ死体発見されちゃうかな。2人でバンバンやる。オッケー、いいよ。はいはい。でそこに4人、おや、それ全然気にしなかったやつに気づかれてる、はい、問題ない。あ、ここ絶好のスナイプポイントだ、うん、あいつら普通に気づかれても早く倒しちゃえば大丈夫じゃん。そうだね、ちょっとアサルトライフルで。うん、俺奥の2人やるわ。 OK、3、2、1、まあいいわ。ほっ、待て待て待て、足早いじゃねえ。何してんのあいつ。え、この木貫通したわ。あ、したわ。あ、待て待て待て、貫通してねえって言おうと思ったのに。あ、まだ大丈夫、まだ大丈夫。か、隠れよ隠れよ。バレたかな。今こそ貫通だね。貫通ってそれ一体どの程度貫通。おうち貫通すんのかなって。ちょっと こいつ試す。オッケー。押した。お、そういう意味での貫通なんだ。え、じゃあこいつは逆にこれめんどくさい敵。止まれ止まれ止まれ。あ、止まってくんだ。めっちゃ動いてる。いや、あいつ、落ち着けって。落ち着かないから俺やっちゃう。あの重装備やっちゃおうぜ。頭がいまいち見えねえ。俺は見える。マジ？うん。ああ、いいよ。OK。パン。なんだ？スリーツ。はい。雑になってきたな。ちょっと左クリック押しちゃったと。うわ、DMR 弱いな。へしょしねえとちゃんと DMR だったら。あ、また暗すぎの溜まってる。貫通切る。あれは貫通しない。限度はあるんじゃない。てか目的はそこそこ減ったから、もう情報取りに行っちゃおうかな。あの辺もう何もいねえな。あ、これ落下しない。よくそこから飛び降りようと。いや、下水だと思ってた俺。あ、一応ドローンがいるから気をつけて。あ、ドローンいんの近くに。あの無人機。あ、やかましいですか。俺は目ついてるやつじゃん、あれ。うん、だいたい目はついてるな。あ、ここは情報の宝である。これだ。ん、これか。あ、これだ。いや、怖いな、あれ。情報取ってる間に見られそうでめっちゃ怖いわ。ゲット。あ、いけた。あともう一つ向こうだ。何あれ、まだこれ一回出ないといけないのこれ。うん、あ、俺取れるよ。あ、OK。あ、これインフォメーション兼情報じゃん。あ、あれ誰だこれ。メインミッション取ったらあれ、インフォメーション消えちゃった。こんなところに敵がいた。尋問しちゃおう。おい、クソ野郎。危ねえ危ねえ危ねえ。苦痛の叫びを上げたくなければPC のパスワードを教えろ。わかったよ、教える。これがパスワードだ。やるし。軽い口だ。あ、なんか偶然にも手に入れてしまったような。敵がいる。え、これ出口、あ、ここにあるじゃん。ここから出る。ドローン壊しててな。いや、ドローンはね。ちょっと厳しい。厳しい。
ここにもう一つの情報だ。何？なんか赤いもの。あったあった。サーバールームだ。あ、うん。オッケー。で、ちょっとクロムウェルの情報チェック。絶対いねえと思ったのここいんのかよ。オッケー、情報オッケー。で、もう一回クロムウェルのとこに戻ってお話しする必要がある。マジかよ。戻りましょう。はい。もうこれね、湖泳いでいくのが賢いよ。泳いでいく。どうせもう通信兵はいないし、あ、ちょっと敵がいる。いないね。なんかモヤがあるな。あ、いた。なんか敵リスポンしてね、なんか。リスポンはしちゃいないな、別に。普通に来ただけか、ここで。うん。そこにインフォメーションの人。いや、いるね。怖がらないでくれ。ここを探すのを手伝ってほしい。野営地の位置。もちろん。どこで見つかるか知ってるわ。協力に感謝する。不幸心ペリー。さて、あ、そっちか。違う。クロム、前回のハッキングは自動セキュリティネットワークが食い止めたみたい。サイバーセキュリティは専門分野じゃないんだけど、そうね、ネットワークを無力化することはできるはず。またハッキングか。私はね、あなたは撃って爆発させる感じかしら。楽しくなりそうだ。調査は、はい、経験値完了。通信センターのシステムに USB を差し込んでくれれば AI はこっちでダウンロードできるわ。けどブレイクもバカではないから、私たちのセキュリティ網を使ってる。ダウンロードの間だけでいい。ネットワークを無力化できないか。ええ、できるわ。山頂のアンテナを破壊すればダークウッド島のネットワークを遅らせて時間を稼げる。あとは有線ケーブルね。海岸沿いの洞窟の中にあるんだけど、ケーブルを切断できれば AI をダウンロードできるようになるはずよ。待っててくれ、なんとかする。自信満々って感じね。じゃあマップ上に示した場所で落ち合いましょう。頑張って。来るんだ。AI の入手方法が明らかに、なんか敵がいるね。あ、死んだ。死んだ。あ、死んでない。ここっすね。動力停止。動力停止。あ、3箇所あるね。さっきのヘリを取りに行こうか。うん。AI の防衛システムを無効化する。あれ、まだ敵いない？いる。下にいる。ワンサー、ワンサーか。ワンサーが来ますやん、ここ。出て行ってやるよ。いや。雑いんだよな。一人よりしかいなかったから。ここの水ってなんか、あれ小学校の時の絵の具で使い終わった後の水みたいな。いや、きっとあの太陽の光でそう見えてるだけだから。給水タイム終わり。最近もう水筒全然使ってねえや。うん、水筒何のためにあるんだろう。あの、スタミナの上限回復。ああ、ちょっと先に奥の方から制圧していこうか。こっち行こう。うん、高っ。この辺に景色見づらいタイプだから分かんねえ。これあれかな、建物の制圧かな、ひょっとして。あ、そういう、どうだろう。わ、というか本当に山のてっぺんにあるから、どうやって、どうやって行く、これ。パラシュートじゃない。
いや、あと2箇所あるからもったいね、ヘリを捨てんの。あは、でも無理やり行けたりしね。敵はいるのか。まあいるよな、ヘリポートがあるもん。ヘリポートがあるってことは敵のヘリがきっとあるから。あ、ちょちょちょ、お前ヘリが壊れる、それやったら。え、これで壊れるっけ。今プロペラにちょっと引っかかってたドローンが。マジか。あ、着陸。さあ、この先、あれ、こっち側から行けるかな、これ。あ、厳しい厳しい。よしよしよし。とかこのてっぺん取れたら見下ろせるから、ドローンで偵察できそうだけど、そこにもすでに建物がある。ちょっと待って、あ、敵いる、一人。はい、あと、あ、敵のドローンあり。あ、ドローンもあんの。あとヘリポートにヘリがあるから、あれは帰宅用。帰宅用。ここにも敵。レンジャーゾーン。そこにも敵。結構危なそうで、レンジャーゾーン。めちゃくちゃ戦いにくい場所なんだよな。それ。重装備もいる。まあ離れの敵から。もうちょっと山のてっぺん取って減らしていこっかな。山のてっぺん3人来てるわ、なんか明日から。え、あ、ほんとだ。やべやべ、見つかっちゃう。狙撃のやつもさ、いるんだよ、そこに。登れない。登れ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 。なんだその動き。シュ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 。登れ登れない。登って、よし。おい、とオッケー。はい、すっげえ撃ちにくいこの場所。わかる。タレット1台はほっとこう。そしてこの DMR ちょっと弱いから、スナイパーに切り替えよう。弱いスナイパー。あれ、スナイパー持ってないじゃん俺。な、分解したの。分解してたわ。なら強化すればいいじゃない、これを。なんかびっくりマーク出てるよ。え、何もやってんねんけど。ああ、え、あの斜面の死体が発見されるの、ひょっとして。マジでドローンに見つかったんじゃね。それだわ。めんどい。待って、あのと、あのドローン動き早い早い早い。何それ。あ、こいつ、うん、動きが早すぎる。あ、うざい。どうした。そういうやつは GPS でしてるやつもバレちゃった。バレちゃった。まあこんぐらいの人数なら、こっちは高いところから撃ち下ろせる。カットしないか。敵はここじゃ。あ、余裕っすね。どこに。で、草が多くて見えない。それ。待て。貫通してねえな。いや、俺下に進むわ。うん、俺も進んでる。え、嘘。なんで当たんないかな。あんな動きの速いドローンは初めて見た。あとは、あ、いた。なんてところにいるんだ。終わり。で、アンテナの向きを変えちゃうと。ちょっとしたいたずらだね。いたずら。アンテナボコボコにしちゃえばいいね。
壊されたことをバレるのはまずいんじゃない？いたずらされても大丈夫な。なんか一番やさて、あと2箇所。あ、ちゃんと向き変わってる。マジで？うん、ゆっくり。そこのヘリをいただこう。